公式キャラクターホッチとね、あの非公式にしこくん、ね、共演は実は初めてなんですよね。ね、はい、あーっと、ね、50周年記念ということで夢のコラボレーションがついに実現しました。皆さん写真撮りたい気持ちたくさんあると思うので、ちょっと2人ともポーズお願いしてもいいですか。そうですね、2人ともね動き回っていて、なかなかツーショット写真ちゃんとね撮れてないと思いますので、はい、見逃しなく、はい、はい、西子くんとホッチのツーショット写真タイムです。ね、登場するや否やマイクを流れてたから、すごいカメラだよ、ホッチ。2人ともね、ダンス踊りまくっててね、みんなブレブレだったと思うので、ね、まあ、お尻も、西子くん、お尻もね、ホッチのお尻も見てシュール、なんかホッチのお尻と西子くんの星座っていう、なんかすごいシュールな、そうなんですよ、ホッチよく点灯のってハット間違えられちゃって、あ、西子くん出ました、大開脚、ね、すごいホッチもびっくり、ホッチお尻のすごいね、すごい、ホッチも嬉しくお尻光ってるね西子くんお得意の大開脚、ホッチはね踊っております、アゲアゲです。西子くん、あの決め顔はどう、決め顔、決め顔、
決め顔、まず決め顔に寄り添ったの。いつも決め顔だって僕は。まあそうだけどさ、ちょっとじゃあホチと一緒に行きますか。せーの、西子です。です。ごめんね、すれちゃった。ありがとう。西子くんのツーショットです。ね、なかなかね、2人一緒にね登場する機会がなかったので、実は今日ね初めてなんですよ。はい、で今日はですね、ホッチから西子くんに国分寺のねいいところをちょっとどうしても伝えたいということがあるので、ここでね紹介させていただきたいなと思うんです。はい、実はですね、ちゃんと聞かなきゃダメ。あれ、ちゃんと聞いてね。まあしょうがないよね、いつも西子くんがついてないけど。ちょっと西子くん、これから大事な話を、大事な話だからちょっと進めてようか。いい、まずね、まあゆるいゆるーく、はい、じゃあゆるい感じで進めていきたいんですけれども、で本当実は国分寺ってさ、東京のあれなんだよね。あれ、西子くん知ってる？国分寺市って東京のあれなんだけど、知ってる分？知ってる分？わかる？なんだろう、東京のあれとは、ね、みんながね持ってるね、みんな体に持ってる1個、はい、1個しかない部分なんだよ。東京に1個しかない部分なんだ。なんだろう、なんでしょう、なんです、なんだろうね。ホッチがヒント出してる。西子くんわかんない。ホッチヒント出してるよ。ホッチ教えて、ホッチ教えて、教えて分、こっそり教えて、こっそり僕にだけ。ホッチお腹のあたり触ってたけどね、西子くんお腹どうかな、なんだろう。東京のあれなんだよ、あれ、東京の、はい、じゃあホッチ正解お願いします。お願いします。はい、実は国分寺市は東京の、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 東京のおへそなんですね。おへそなんだって。西子くん、おへそだったっけ。そう、おへそないよね、西子くん。西子くんにはなかったんだけど、国分寺市って実は調べたら東京の中心にあるね、おへそなんです。すごい、おへそ担当すごぶーって、ね、西子くん、すごぶー、驚いてます。西子くんも、そうなんですね。そうなのでね、そんなおへそな国分寺にもう一個あるの、すごいね、国分寺しかないことがあるんですけど、はい、それは何だろうね、知ってる、ホッチは知ってるけど、どうする、西子くんにヒント出せる、もう一つあるんだって。ちょっとこっそり教えて、こっそりこっそり。実はね、国分寺市はロケットの、なになに、わかった、ロケットの赤ちゃんが、わかった分、ロケットの赤ちゃんが生まれた場所なんですね。ですごーい、ロケットの赤ちゃんね、知ってた、ね、西子くん、ね、国分寺はこれね、これこれ、西子くんも知ってた、これ、これペンシルロケットっていう小型のロケットなんですけど、実は59年前、国分寺市で糸川博士という人が初めてロケットの発射時、西子くんの、西子くんロケットになってどっか行っちゃいました、ブーンしてた、帰ってきて、ロケットブーンしてた、西子くんロケットになってどっか行っちゃわないで、ね、そう、まさにね、今西子くんがしてくれたみたいに、ロケットの水面発射実験をしたのが国分寺だったんだよ。ブーン、知ってた、知ってた、西子くん、ロケットの発祥の地なんだって。そうでね、ロケットって普通縦に飛ぶものなんですけど、最初はまだまだあのロケットの、ことが分かってなかったので、横に飛ばす水平実験をして、水平ね、そう、こっちもやってる、西子くん、水平実験をして、ロケットの、今のロケットにつながったんですって。もう西子くん、ね、緩すぎてね、なんかみんなと遊びたいみたいな、まあそう、硬い話だったかな、ちょっと ね、で今ね、見てもらってるのがペンシルロケットですね。で、ちゃんとあの国分寺市、日本の宇宙開発が始まった土地ということで、PR してまして、記念の日が忘れられるようにあります。もう一枚めくってもらっていいですか。記念の日が早稲田の正門の校門のところにあるので、ぜひ皆さんお近く通った時には見に行ってみてくださいね。西子くん、おかえり。硬い話はわからない分って難しい。じゃあ1個だけ、あと実はね、その糸川博士がロケットの水平発射実験をしたんですけど、はい、その糸川博士がどれぐらいすごいかっていうと、はい、惑星の名前になっちゃうぐらいすごかった。すごぼー、惑星だよ、惑星、すご
ぶー、すこぶーだね、西子くん、ね、今写真学生の名前になっちゃうぐらいな、だって写真に出てる、そう、このね、ちっちゃい岩みたいなのが小惑星の糸川と言いまして、見える西子くん、で、2010年にハヤブサが帰ってきた時にね、あもう西子くん、いたずらっこすぎる、ね、今日そう、じゃあ最後に行くだけ、この糸川にはね、国分寺っていう場所があるんだよ、ここ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 見て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 見える見える、糸川には国分寺っていう名前の岩の場所があるんだよ、小学生に国分寺って名前がついて、西国のふるさと国分寺っていうのはすごいところなんだね、そう、うん、触った、ね、国分寺市が実は小学生糸川に名前があるっていうことがね、みんなに伝わればほっちゃん満足だよね、うん、触ったね、じゃあ伝わったから、うん、あれだよ、国分寺市がさ、宇宙だって分かったらさ、西子くん、宇宙ダンスのオファーがさ、こっちにも来るかもしれないよね、あ、はい、そう、やる？やってくれる？宇宙ダンスしてくれる？西子くん、宇宙ダンスだって、ね、宇宙っぽくさ、いつものブンブンダンス表現できるかな宇宙っぽくダンスだって、西子くん、無茶ぶりさっきみたいにロケットブーンってね、できるかな、こっちもさ、ね、西子くんのダンス見たいよね、見たいね、はい、そう、さっきも実は楽しみに放置してて、ね、もうそわそわしてたんですよ、うん、西子くんといえばね、あれだよね、西子くん1回目のね、登場の時も踊らせてもらいましたけど、西子くん得意技がね、ダンスなんですね、ホッチもね、ダンスが得意ということでね、今日はせっかくのね、2人の初めての共演ですので、はい、お集まりいただいた皆さんにね、西子くんとホッチのダンスをね、お見せしたいと思うんですけれども、皆さん見たいですか？見たい人は手を挙げて、わーい、ありがとう。じゃあね、西国、ちょっと国分寺のお話ね、なかなか難しかったようで、ちょっとうろうろしてましたけれどもちゃんと分かったかなうんうん、ね、しっかり西国もね、1200年前の阿文瓦というね、瓦ですので、ね、そんな大切なお話もしっかりと聞いて、おーおー、どうした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 、早く踊りたい早く踊りたい早く踊りたい、そうです、踊りたいの、ね、はい、いかがですね、ということでね、じゃあ ね、 ね、せっかくお集まりいただいた皆さんに、西子くんとホッチのブンブンダンス見せてください、ミュージックスタート、ぜひね。
です。ハッチ君はね、文字ホタルの文字ホタルですね、文字ホタルのハッチ君、はい、国分寺に生息するね、文字ホタルというホタルのね、男性です。そうなんですよ、国分寺市がいないね。そう、はい、水とね、綺麗な自然がある国分寺だから、はい、そうなんですよ、ホッチだけなんだよね。はい、福の道のね、福の道では別室の癖に選ばれたね、すごい綺麗ね。これから紅葉の季節、すごいいいのがいいのがとても欲しい。これで金牌のブーブーバースタイムです。西子くんとハッチのゆるゆるバースタイム。踊ってましたけど、でもこんなに光って楽しそうなのね。楽しそうでしたね。ガリアってガリアってね。ちょっと西子くんダンス一緒に踊ったのね、初めてだもんね。楽しかったね。あ、ちょっと疲れたかな。ちょっと疲れたかな。ホッチもちょっと休憩します。あ、ホッチも元気いっぱいだ。すごい。ホッチまだね、光ってるね、元気だね。ホッチもいっぱい踊ったのに大丈夫。ホッチ嬉しくて今日も張り切ってたんですよ、朝から。そうですよね。だって国分寺市が50歳のお誕生日ですもんね。そうなんですよ。11月3日国分寺市50周年迎えました。おめでとうございます。本当に素晴らしいと思います。はい。これを機にね、また一緒にね、遊びに行ったりとかね、できたらいいな。遊びに行きたいね、西子くん。ね、西子くんはまだね、4歳ですけれども、ね、国分寺市50歳ですよ、西子くん。そう、すごいね。ね、4歳。西子くん4歳。足でね。ポチは2歳だね。2歳だったんだね。ね、2歳だって、西子くん。すごい。ねえ、これからもね、ホッチと西子くん仲良くね、していきたい ね。また遊びたいですね。はい。ホッチ楽しかった？楽しかったね。西子くんもありがとう、本当に。もう本当にゆるゆるで。はい、じゃあ、はい、もうすぐお別れの時間だから、最後にもう一回ポーズをお願いしてもいいですかね。ツーショットね。お願いできる、うん、いい？じゃあ西子とホッチですって言って、振り向きでやろうか。西子とホッチです、ね。はい、大丈夫、いける？練習したもんね。お写真大丈夫ですか？準備ね。いきますよ。僕たちホッチと西子くんです。はい、二人のね、ツーショット写真綺麗に収めてあげてくださいね。はい、はい、まだ撮ってますよ。まだたくさん撮ってくださいね。待って、もう一回とく？もう一回とく？ちょっと、もう一回いく？じゃあ、西子くん、逆回りで。もう一回だけ、やらせてもらっちゃう？どうした、どうした？もう一回、もう一回だった、西子くん。もう一回、ホッチと一緒に。じゃあ、最後に。もう一回、じゃあ、お願いします。いきますよ。お願いします。僕たち、ホッチと西子くんです。ホッチがいつもワンテンポ遅れる。やっぱキレキレなんです。キレキレですね。キレてるね。西子くんキレキレで。はい、はい、撮れましたか皆さん写真ね。じゃあお別れの時間ということなんですが、最後西子くんとホッチにもう一個願いがあって、こっち側のねお客さんにもねちょっとねポーズを見せてあげてください。お顔見せてあげてくださいね。はい、じゃあ西子くんが、じゃあ西子くん左側入ろうか、ね、左側入ろうか。で、ホッチはその位置でいいよ。うん、じゃあホッチ、西子くんの方見つめていたのは分かるけど大丈夫かな。西子くん、ツーショットもう一回いい？ツーショットがいいな。ね、記念だからお願い。
願いします。じゃあ、左側のね、皆さんにもね、撮れるようにしてほしいということなのでゆるすぎる、ゆるすぎる。はい、西子くん、いい？はい、どうぞ。ポーズ。ね、ゆるキャラですのでね、とてもちょっと性格がゆるいじゃあ左側のね、皆さん撮れたかと思いますけど、右側の皆さんツーショット撮れてないと思いますので、じゃあもう一回いいかな、一緒に行こうかね。そこの、はい、右側の人にも西子くんもまっすぐ行ってあげて、ホッチもね、皆さん見えるようにお願いします。はい、じゃあホッチそのあたりでポーズお願いします。はい、はい、チーズ。じゃあそのままで右の方も向いてあげて、右の方、右の方向いてあげて、さあ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 、ね、今日は国分寺市が50歳のお誕生日ということでね、ホッチと西子くんでお祝いに来ました。はい、はい、撮れましたか。はい、よかった、皆さん撮れたかな。じゃあすっごい名残惜しいです。楽しい時間はあっという間なんですけど、もうお別れの時間なんだ、ホッチ。ね、ホッチ楽しかったね。西子くんもね、西子くん、パンが食べたいの。お腹すいた？お腹すいちゃった。お腹すいちゃった。ね、じゃあ、まあまあまあ、その後は後でね。すいたからご飯食べてね、西子くん。はい。はい、今日も西子くん朝からね、ダンスいっぱい踊ったりしまして。でもね、こうやって西子くん国分寺のね、50歳お祝いすることができて、本当に良かったね。うん。嬉しかったね、ホッチ。本当に。もう記念だね。はい、じゃあ、西子くん、すごい寂しいんだけど、また遊びに来てくれますか？オッケー？オッケーだね。西子くんの抱擁です。ね、気持ち伝わってきました。はい。じゃあまたホッチ、西子くんと楽しかったぶー、遊べる日を楽しみにね、国分寺のいいとことか、みんなに伝えていこうね。はい。ね、西子くんも。ね、皆さんと一緒にこうやってね、触れ合えてよかったね。ダンスもかっこよかったよ。はい、じゃあね、もう一度真ん中に揃って最後のご挨拶しましょうか。はい、ね、今日はね、西子くん、国分寺のね、いいところとかたくさん教えてもらえてよかった ね。宇宙開発発祥発祥の地初めて知った ね。これからもね、西子くん広めていきたいね、ロケット。はい、ということでね、ホッチも今日は西子くんをね、お招きいただいて本当にありがとうございました。ありがとうぶー。ということでね、ホッチと西子くん、これからもね、どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。じゃあホッチ、西子くんのお見送りちょっとしてかない？素敵なほら、素敵だから。本当に今日はありがとう。また遊ぼうね。さよなら。バイバイ。ノリノリだね。こっちもノリノリ。あ、戻ってきてくれた。こっち、後ろ後ろ。よし。いただきありがとうございました。